おはようございますクロンですで今日なんですけども皆さん今現在真っ最中に開催されているチャンピオンズリーグって知ってますか、まあ、チャンピオンズリーグっていうものは主にサッカーのクラブチームがトーナメントを戦をするというまあ外バイクうるさいんですけど、まあ、気にせず喋っていきたいと思うんですけど まあ昨日ね、まあ、現地時刻、現地時間20日に、8, 8時かな、に、まあ、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦、セカンドレグが行われました。まあ、3連覇中の王者、レアル・マドリードはホームの サンティアゴ・ベルナベウでアヤックスと対戦しましたアヤックスホームでのファーストレグでは終始酒税に守り回りながらも決めるべきところを決めて、まあ、2 1でまあ勝利したんですよ、まあ、現地時間20日にファーストレグはマドリードがアヤックスに、まあ、2対1のようにアヤックスっていうチームはまあちょっと 若い選手が多くて、そうですね、結構、動ける選手が多いですねもうわ、若すぎて。マドリードも若い選手はいるんですが、最近、クリスティアーノ・ロナウドが抜けてから、抜けてからね、ちょっと、レアル・マドリード落ちつつありまして。セルフィオラモスは 故意に警告を受けて2試合の出場停止処分を受けてセカンドレグは守備の大黒柱を起用することが困難となりましたさらにチームは連戦クラシックで2敗連敗をしてて指揮官を変えるという騒ぎにもなってセカンドレグを迎えましたそれで リードしているのはホームのマドリード、まあ、開始早々、まあ、カルバハルがねまあニクロスのフリーのバランが頭で合わせこれがクロスバーを直接当たって、まあ、ビッグチャンスがあったんですけども結局入らず、まあ、しかし7分に先制したのはアウェーのアヤックスでしたマドリードのスローインを奪って素早いカウンターで タディッチのパスからハキム・ジャッシュがゴールを決めてアヤックスが先頭となりました、まあ、この時点でアウェーゴーデンに奪っているマドリードは勝ち抜けとなります、まあ、2対2なんですけど当然アヤックスは畳みかけるように攻める、まあ、すると18分またタディッチですね、まあ、キープからキープしてからパスを したんですけど、まあ、そのパスがねスルーパスで綺麗に通って、まあ、キーパーのクルトワをかわしてシュートで2 0と突き放して、まあ、トータルスコア3 2と逆転に成功しましたそこはね、まあ、若きアヤックスの、まあ、勢いは止まらず、まあ、22分はカウンターから再びネレ,レスが抜け出してループシュートを放つもわずかに右へゴールと外れる。まあ このシーンもね、めちゃくちゃドフリーだったんですけど、決めきれずで、アヤックスまあホームで逆転を許したマドリードは28分にバスケスが負傷し、ベイルを投入、さらに追い打ちをかけるように、個人技で違いを見せたんですけど、全然うまくいかず、ビニシウス・ジュニオールも負傷して、アセンションと変わると。 負傷交代により、まあ、前半2枚の交代枠を消費することになった、まあ、ドリードは42分エリア内にドリブルで侵入したベイルのシュートが左ポストに直撃というまたポストかっていう、まあ、これ入れてたらね全然、まあ、3対2で負けてるんですけどまた耐えてたんですよまあそうですねまあアヤックスが リードを迎えた後半、まあ、追いかける展開のマドリードなんですけど <laughs> アヤックスのカウンターからチャンスを作って62分のカウンターからタディッチのシュートがゴール左上に突き刺さるとまあほとんどマドリードが、まあ、ポスト当たった後ととかのあとですねカウンターから決められることが多くて、まあ、結局アヤ,スアヤックスが 3ゼ0とし、4対2でリードしました。追い,かく追い込まれたマドリードはまあ71分、選手のサイドチェンチャイサイドチェンジから左サイドで受けたレギュロンの折り返しをゴール前で合わせたのは選手はようやくホームチームがゴールと3対4にしましたけれどまあ一気にボルテージも高まって良かったんですけどまあ左サイドのフリーキック。 シェーネが直接決めて結局まあボコボコですねボコボコって言ったら悪いんですけど1対4でアヤックスが勝利ということになりましてまあどうですかねまあレアル・マドリードなり最近良くなくてめちゃくちゃ面白い試合だったんですけどレアル・マドリードが勝つだろうという誰もが予想してたと思いますそだけど 16強でまさかの敗退という3連覇してたのにっていうはずだったんですけど4度,目4度目の優勝はなしということでやっぱりクリスティアーノ・ードの存在は大きかったということですねレアル・マドリードまあぜひね皆さんもチャンピオンズリーグ現在真っ最中でやってるので今日もあるんじゃないかな見てくださいまあね普通のテレビじゃ見れないと思うんで まあ全然ハイライトでもいいと思うんでね皆さん見れたら見てくださいまあ今日はこのくらいにしておきたいと思います、まあそ